ジュークさん、大切な人でした。ありがとうございます。
ちょっとじゃあ一曲僕の歌を歌ってみようかなと思います。路上ライブをね、僕は毎週末土日やろうと心がけてるんですけれど、なかなかこうライブが入ったりとかしてできない時も多くて、それで言ったら今月なんかは実は今日が今月初のライブ、路上ライブで、最後になりますちょっとね、なかなか今月はなかなか土日が埋まってしまってて、いろんな事情でね、なので、今日だけになってしまうんですけれど、そんな路上ライブから生まれた曲、生み出した曲を1曲歌おうかなと思います。君がいることという曲を聴いてください。先取りしすぎた春物の服、まだ街は肌寒いな。見上げる夜の空、月明かり、僕を一人照らし出す。
気取りしすぎた春物の服、まだ街は肌寒いな。見上げる夜の空、月明かり、僕を一人照らし出す。ありがとう。君がいることという曲でした。ありがとうございます。今日なんか全然川崎あれだね、賑やかじゃないね。いつもさ5、6組くらい路上アーティストさんいるんだけど、みんなやめた音楽もしかして。俺以外そういうわけではないんですけどね。え、もらい酒、ドライアイ、ちょっとじゃあ一曲、僕の歌をもう一曲聴いてください。うつろ歌という歌を聴いてください。
素晴らしいな手拍子がナイスでございます、ありがとう。平岡優也と言います。秋田県秋田市出身のシンガーソングライターしてます。チラシ前に置いてます。路上ライブやってる理由が、前のチラシに全部詰まっております。7月10日に、僕ちょっと主催ライブを原宿の方でやるんですけれど、その原宿で行う主催ライブのチケットを手売りしてます。今日持ってきてます。あと数枚で、残り完売というところなんですけれど、どうか、一人でも多くの人に受け取ってほしくて買ってほしくて、路上ライブやっております。ぜひお声掛けいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。よっしゃ、そうだな。今日、あれ日曜日、今日って日曜日でしたっけ。あ、日曜日だ。そうですね。じゃあ、あんま仕事の人って多くないのかなと思うんですけれど、そうやな。お疲れ様という曲をじゃあ歌いたいと思います。お疲れ様って言われることあんまりないと思うんですけど、普段あんまなくはないと思うんですけど、こうその一言で救われる時ってあるじゃないですか。だからなんか僕はなるべく何かやってもらったりとか、人にね、事務所の人になんかこうサポートしてもらったら、ありがとうございますお疲れ様っていうことは心の中でね、思ってなくても伝えた方がいいと思うし、思ってた方がいいんだけどね、思ってた方がいいんですけど、伝えることによって、あ、次も頑張ろうってもしね、相手が思ってくれるんだったら、お互いウィンウィンじゃないですか。いい気持ちになれるというか、なんかそんな気持ちで、書いた曲を1曲、お疲れ様という曲聴いてください。仕事
れ様という曲でした。お疲れ様。ありがとうございます。先ほどもね、あの7月10日のチケット買ってくださった方がいて、もうなんか僕ライブとか、まあ、路上ライブもそうなんですけど、誰かの前でこう歌を歌うっていうのってさ、まあある種珍しいじゃないですか。こんな街中でね、楽器と歌で騒がしくしてるやつなんて見ながら見たらさ、ちょっとピエロに映るかもしれないんですけど、なんかやっぱり僕もそういう理性は持ってるんですよ。なんかね、例えばさ、電車の中で大声出してみろって言われたら恥ずかしくてできないじゃん。僕もやっぱり日本人だし、特に東北県民なんで、東北県民って控えめな人多いんですよ。あの言いたいこともなかなか言えなかったりとかで、僕もねそういうタイプなんですけど、でもやっぱそんな僕でもこうやって歌を皆さんの前で街中で歌っている瞬間が、なんかこう来るまではね、すごくわ、今日誰か来てくれるのかなとか、誰も止まらなかったらどうしようとか、チケット1枚も売れなかったらどうしようとか、いろいろね考えながら来るんですけど、なんかやっぱりこうこうやってね、足止めて聞いてくださってる方がいたりとか、まあチケット買ってくれる、 CD 買ってくれるとか、いろんな方がこういてくれるおかげで、あ、来てよかったなって思えてます、いつも。うん、来て嫌だったなって思ったこと一回もないです、こうやって路上ライブとかやってて。なんかだから僕はきっと路上がすごい好きだし、どんだけ仮にね有名になっても、大きいところでライブをできるようになったとしても、なんかこの路上ライブっていう場所はいつまでもなんか大事にしなきゃいけないなって思うし、まあ、もっと言ったら偉そうに聞こえるかもしれないけど、これから出てくるさ、若い人たち、音楽ミュージシャンやる人とかが、こういう場所で、そうやって日の目を浴びていけるように作っていかなきゃいけないなっていうのも、なんか先人のさ、やるべきことというか責任だなって感じながらやってます。まだ売れてないんですけど僕売れた人の言い方みたいな。ありがとう。お父さんね、さっきからすごい不思議な踊りを踊ってくださってて、ありがとうございます。お父さん愉快で、川崎は本当ね愉快ですよね。素敵。ありがとう。お父さん今日何杯目ですか。わかんない、覚えてない素敵だわちょっとね、川崎来るとね、いつも、いつもではないか、よくね、沖縄の物産展をあっちでやってるんですよ、川崎って、ヨドバシカメラの前でね。そうそうそう。だからね、僕、沖縄の歌をよく歌うんですけれど、ちょっとカバー曲で一曲、歌おうかなと思います。アンマーという、かりゆし58さんの歌を、ちょっとカバーしようかなと思います。僕のね、母ちゃんも、地元秋田でね、なんか頑張ってらかーってたまに電話くれたりとかして、すごい心配なんだろうけど、うん、でもなんか背中をすごく押してくれてます。なんかそんな母親に向けてというか、そんな気持ちで僕は歌いたいなと思います。皆さんも今日これからお家帰って、まあ自宅にね母がいる方は、なんかありがとうの気持ち伝えてほしいし、思うだけでもいいと思います。会えない方とかもねいると思うんで、アンマーをじゃあ歌わせていただきます。初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと聞きました。母親の喜びようは大変だったと聞きました。ただまっすぐ信じる道を歩んでほしいと願い込めて、悩み抜いた末にこの名を私につけたと聞きました。我が家はあの頃からやはり裕福な方ではなく、友達のおもちゃや自転車を羨ましがってばかり、少し困ったような顔でごめんねと繰り返す母の、隣でいつまでもいつまでも泣いたのを覚えてます。甘よ、あなたは私の全てを許し、全てを信じ、全てを包み込んで、
でした。ハリーシゴジャスさん、アンバーでした。僕のちょっとオリジナル曲、今歌ったアンマーっていう曲ね、沖縄の方言、お母さんとかね、そういう意味があるみたいなんですけれど、なんか僕も自分の父ちゃんと母ちゃんを思い浮かべて書いた曲がありまして、さっきも言った通り、僕んちはね、4人兄弟、兄が上に3人いて、男の僕が一番下の末っ子で、で親父がいるでしょ、でじいちゃんばあちゃんが下の階に住んでて、だからうちの家族の中では女性っていう女性が、ばあちゃんと母ちゃんの2人だけなんですよ。ほんでね、やっぱり男がね、そんだけいる中でね、洗濯物もめちゃめちゃ多いし、ご飯炊くのだってね、2升とか炊いてたし、もっと育ち盛りの時はね、で本当苦労ばっかかけました。うん、で
なんかこう二十歳になって僕は上京してきて、二十歳の時にこのピアノを始めてね、シンガーソングライターって活動を今こうやってしてるんですけれど、紛れもなくやっぱり、一番最初にファンというか応援してくれたのは、僕の父と母でした。だからなんかこうそんな二人の歌を書きたいなって思って書いた曲を歌います。僕の母はね、本当に我慢ばっかりするタイプの人で、なんか辛いことあってもあんまりこう弱音をね吐かないんですよ。たださあ、こう積み重ねて爆発するタイプの人っているじゃない。怒る時とかも悲しみとかも、うちの母ちゃんはまさにそれで、爆発する時はね本当ね大変なんですよ。実家帰るぐらいの勢いで、で父ちゃんは頑固でさ、すぐ謝らなくて、で僕もそういうとこすごい似てるんですけど、悪いことした時にあんまりねごめんなさいって言えないんですよ僕は。すぐそういうとこだけねちょっと似てしまったんですけど、まあでもそんなね父と母が大人になってこうすごく尊敬できる人というか、人間の中でね尊敬できる人って言われたら、あ真っ先に父母ですって言えるぐらい、胸張って言えるぐらい今、僕の中にはあります。いつかだから自分の母のような人と巡り合いたいし、自分の父のような人になりたいなって思って書いた曲、僕が君を選んだ理由という曲を聴いてください。Touch
とうございました。僕が君を選んだ理由という歌でした。今日持ってきている CD にも入ってるんですけれど、まあ、今の時代あまり CD って聞かれることないと思うので、携帯とかでさ、あのサブスクって言われる音楽サイトいっぱいあると思うんですけど、僕の楽曲聴けますのでぜひよかったら聴いてください。ちょっと一旦、ここでじゃあ休憩しますので、ぜひなんかこの機会に、物販とかあと7月10日のチケットとか欲しい方いたら声かけてください。ありがとうございました。